はい、こんばんは。こんばんは。今年も始まりました、水戸ご当地アイドルかっこかりのネバキラ TV かっこキラ。ネバキラ TV をご覧の皆さん、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。言ってなかった。せーの、明けましておめでとうございます。揃ったね。揃った。というわけで今日は候補生のまりのちゃんがネバキラ TV 初登場です。はい、自己紹介をしていきます。はい、まずはさゆみんから。知ってる人は一緒にやってください。体にビタミン、早めの睡眠、みんなのさゆみん、みんなをメラメラにしちゃうぞ、さゆみんです。よろしくお願いします。イエーイ。次はりまちゃん。はい、いきます。チャームポイントは大きな目。今日も愛を届けます。ます。待って、届けますだよ。育けます。育んじゃう。みんな大好きりまちゃん。はい、今日も愛と元気を届けます、りまです。よろしくお願いします。まず育きますって言葉がないよ。じゃあ最後にまりのちゃん。はい、候補生のまりのです。よろしくお願いします。イエーイ。まりのちゃん元気ですか？元気です。はい、よかった。元気です。この時間になるとうとうとしてくるので、まりのちゃん、はい、頑張ってください。寝ないように今日は頑張ります。はい。テレビでなんて発言をしてるんだ。無事元気な挨拶が終わりました。あれ、もう一人、もう一人いないよね。あ、言わなくちゃ。いつもの。あ、こんばんは。じゃあ次は天の声さん。覚えてたんですね。もう年明けたから忘れたかと思ったんですけど。まさか忘れてたんじゃないですか。いや、ちょっとさっき本番前にちょっと思い出したんですよ。あの、さっき、あ、やべって言ったのはそれですね。はい、あー、それだったんですか。キャッチフレーズ、はい、そうです。覚えてますか。ちょっと待ってください。今頭の中で思い出そうとしてるんで。前のちゃんに伝授しないと。正月ボケ始まっちゃうかな。はい、そうですね。はい、僕が、なんかって言ったら、あげあげって言ってください。はい、はい。はい、じゃあ、いきますよ。はい。さつまいも。あげあげ。まいたけ。あげあげ。はい。皆さんの唇をギッとギッとにさせていただきます。あなたの心にカロリーオン、天ぷら大好き天の声です。よろしくお願いします。イエーイ。あれ、ちょっとマイナーチェンジしてない？ちょっと勢いがなくなりましたよね。なんか思い出しながら言ってる感が。そうですね、あの、皆さんと違ってステージに立つことは僕はほとんどないので、そんな感じですよ。はい、なんかちょっとグラってすみません。ちょっとグラグラ。ということで、今年一発目、2015年一発目ということなんですけれども、はいはい、どうも皆さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうだ、天の声さんに言うの忘れてた。はい、そうだった。あ、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。私、お年玉出しませんので、はい、よろしくお願いいたします。待ってますね。え、何をですか。いやお年玉、展開のお年玉はろくなもんじゃないですよ。まあ、本当にお年なんかダマが来そう。いててみたいな。だいたいうちの親父が本当のリアル雷を落とすってパターンですね。あ、やばい、はい、やばい。それはいらないですね。はい、ということで、年末年始ということで、はい、何してました皆さん。お餅食べてましたね。うん、餅を食べていた。福袋買いに行きました。あ、買ったんだ。ショッピングに行きました。まゆのちゃんはお餅を食べました。一緒ですね。いいな。お雑煮も初めて手作りしました。すごい。今までお雑煮どうやったんですか。手作りって、手作りしてなかったっていうのは。お雑煮の人参をなんか花形に切りたくて、あ、ちょっと調べて花形に切って、はい、あと屏風の形にも切って。屏風の形、扇子みたいな、あの、屏風です。扇、扇か。うん、そうですね、扇ですね。屏風って何ですか。屏風って、まあ、あの、坊主が坊主に屏風。そうです、あの、障子がたくさん使ったやつです。はい、そうです、正解です。3回ぐらい間違えて説明してます。屏風作っちゃうとかさ、やばいですね。ちょっと、見てみたいですけどね、作った屏風、ね、扇ですね、扇。
そうですね。病気いや、そんなに引っ張らないでくださいよ。ちょっとこれね、今年いっぱい引っ張ろうかなと思って。あー、そうですね、はい、そういうわけで、はい、はい、どうぞ。シャープネバキラでたくさんコメントをつぶやいてください。唐突ですね、唐突ですね。ここに、そう、なんか年末年始で調子が狂ったんじゃないですか。じゃあ今の屏風に関することとか、はい、なるほど、質問に答えます、屏風の。はい、シャープネバキラ、皆さんシャープネバキラでつぶやいてください。つぶやいてください。シャープが半角、ネバはひらがな、キラはカタカナです。あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。丁寧に。シャープの前と後ろにこう、シャープの前にスペース開けて、キラの後にスペース開けないと、ハッシュタグが全部つながるっていう謎の現象が起こりますんでね、気をつけてください、皆さん。はい、はい、今日私がつながりました。それですよ、シャープネバキラでつぶやいてくれたらぐらいまでつながっちゃって。はい、そうですね、はい、皆さんもお気をつけください、ぜひ。はい、はい、ということで、まあ、年末年始、もちろん食べて、初売りですよね。そうですね、なんかいいの入ってました、初売りは。これ、あ、これなんだ、かわいい、このワンピースが。それいいもん入ってたじゃないですか。いいもん入ってました。当たり、大当たり。しかもなんかこれ毎年欲しくって、でも人気で買えないブランドっていうかお店で、もう今年やっと初めて買えたんです。サイズもぴったりですね。最近はサイズとか選べるんですか、袋で。選べます。あ、そうなんだ、やっぱそうですよね。あ、でもリマちゃんサイズって感じ、やったはい、はい、年末年始はそんな感じで皆さん過ごされたと思うんですけれども、はい、まあ、年末年始のその前に前回やったのがクリスマス前だったんですけど、これはネバキラですね、17回。クリスマス前だ。クリスマス前なんですよね。その後のイベントがいろいろあったと思うんですが、やっぱり一番大きいイベントっていうことを言うと、やっぱり UMU アワードかなっていう気がします。 UMU アワードは皆さん行かれたんですか、候補生まで含めて。はい、候補生も、はい、マリノちゃんとリコちゃんとユリリンも、はい、みんな揃って8人で行きました。ステージに立ったのは、はい、メンバー、ルカちゃんとリマちゃんとレナちゃんとコマちゃんとサユミなんですけど、はい、無事にピンクの優勝旗を返還することができました。あ、お疲れ様でした、はい、本当になんか1年間、うん、どうですか仕事の方はみたいな感じで、はい、お笑い芸人の斜め45度さんに聞かれたんですけど、はいはいはい、その時はあの DVD 用にDVD になるのかわかんないんですけど寝る暇もなくなっちゃいましたって言ったんですけどそしたらおーって言ってくれたんですけど、はいはい、でもやっぱり1年間その優勝旗をずっと基地に置いてて、はい、たくさんの方に支えられて持って帰れた旗なんだなっていうのを1年間実感して活動できた年になりました。そうですよね、はい、去年とかだってみとっぽさんたくさん応援行ってくれましたもんね。はい、そうですね、はい、今年も、あ、そう、去年2014年も、はい、たくさんの方が応援してくれて、ゲストとしての出演だったんですけど、はい、みんな掛け声とか言ってくれて楽しいライブになりました。すごい楽しかったです、はい、なんかもうめっちゃ今までで一番楽しかったぐらい楽しかったかもしれない。今までで一番緊張しちゃったかもしれないすごい力んじゃってタイミング間違えそうになっちゃってでもそこが なんかちょうどよく白い光で飛んだんですよ。あ、ライト、ライト、はい、なるほど、ちょうどいいタイミング、ちょうどいいタイミングでなるほど、なるほど、隠してくれたかのように、はい、でもすごい力んじゃいましたね、もう力入っちゃいました。場所はどこだったんですか、今年は。あ、ゼップ東京。ゼップ東京です。ゼップ東京、はい。そうするとゼップみたいな大箱でやるのはサニーは前にやったことあると思うんですけども、キマちゃんは多分今回初めてですか。初めてです。そうですよ ね東京でやるのも初めてかな。そうか、東京のステージが初めてかな。 TIF の時はまだで候補生、候補生として、はい、そうですよね、手伝ってくれてた側なので、うん、そうかそうかそうか、初めてかも。初めてでした。どうでした東京のステージは。なんか思ったより全然緊張しなかったです。あ、なんか大物ですね。いや、なんでだろう、なんか本当に緊張しなくて焦りました、はい、逆に焦っちゃったあ、わかりますよ、でもその気持ちなんとなく、はい、でもなんかすごい楽しめてできたので良かったです、はい、よかった、よかったですね、本当に。なんか緊張しないで自分出し切れたらそれが一番いいと思います、はい、
これ本番前とか僕も意外とこう慌ただしく動いてるんですけど、はい、たまになんか何もすることがなくなっちゃったって時があるんですよもうあと本番迎えるだけだな、大丈夫だなとか思ってると、そういう時は大体なんか一個二個とんでもない間違いを犯してる時なんですよね。あー、わかります、見てて。あれ、なんか軽く天の声をディスられてるかも。でもまあそういうことで、でもそれでもちゃんとできたってことは、あの本当に自分が出し切れたってことだと思うんで、それは本当によかったですよね。よかったです。よかったです。いやそうか。UMU ワードもこれで、1年間終わっちゃって、本当に UMU もなんか結局 UMU 優勝したけど、はい、優勝旗持ってるってことはなんかまだ UMU が続いてるみたいなところがあるじゃないですか、どうしても。そうですね。その名前を引っ張ってるというか、はい、名前を掲げてるので、はい、それ今回変換してやっと終わったのかなという気がして、本当に、まあ、1年間お疲れ様でしたというところですよね、はい、お疲れ様でした。ちょっとほっとしたところもあります。そうですよね、はい、その後、まあ、UMU の後はカウントダウン、あとライブ と単独ライブと芸術館でやったんでしたっけ、はい、芸術館の時はみんな、芸術館の時は皆さんいたんですか。いました、いました、ね、いました。マリオちゃんもいたんですか。あそうか、カウントダウンライブは候補生はお休みでしたね。なるほど、そうですね。時間が遅かったので、中学生もいるので。そうですよね。あの時は、9時ぐらいからでしたっけ、始まったのは。そうです。そうですね。9時ぐらいから。いや、お疲れ様でした。寒かったでしょ、あれ。寒かったですね。でも、ちょっとだけ見に行ったんですよ。はい。ちょっとだけ。いました。いましたよ。いました。声かけようと思ったら、もうちょっと手遅れで行っちゃいました。うん。てのこ、ちょっとその後、天空に帰らないといけなかったんで。ちょっと早いなって。はい。忙しいんです。意外と。忙しいです。でも、天の声さんの、はい、お知り合いの方らしき人には声かけてもらいましたよ。あ、そうですか、はい、誰だろう、天の声の知り合い誰だ。地上にはあんま友達がない同じような仕事柄の方かなって思う。あ、そういうことですか、はい、なるほどなるほど。軽く墓地宣言来ましたね、うん、危ないですね、それどういうことなのかよく分かんない天の声もそういうの、あのダメですよ、あの皆さんのプライベートと同じで、天の声のプライベートも基本的に秘密なんで、これ、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よくわかんねえな、本当に。 あと1月4日に、はい、初詣で行きました、時和神社に。今年も時和神社ですね。はい、今年で3回目ですね、はい、あれはね、毎年毎年いいですよね、はい、皆さんあの着物を着ていかれるんですけども、はい、あれはもう毎年写真をいつ見ても目の保養になる、とても素敵なイベントですね。ツイッターで、はい、流していただいて、初めての振り袖で、うん、はい、めっちゃテンション上がりました。あれ時間どれくらいかかるんですか、振り袖って着るのに。30分ぐらい、結構かかりますね、やっぱりですかね、結構。手の声とかね、もう朝服は OK、5分ぐらいで着てもうすぐおしまいなんですけど。どこのタイミングでもらったの。ちょっと僕も分かんないです。なんか面白い話をすぐに笑ってますけど、そういう面白い話かっていう問題はあるんですけど、にしてもちょっと笑うの早いぞって。なんだろう、面白いな。あ、そうだ、ちょっとすっかり忘れたんですけれども、はい、今日前回ですね、サミンは、いたので、はい、昨年を表す一文字っていうのを書いてもらったと思うんですが、そうですね、前回いなかった、リマちゃんとマリノちゃんに、はい、昨年もう去年終わっちゃったので、今年はどういう年にしたいのかっていう抱負みたいなものを書いてもらいましたので、ぜひ一人ずつちょっと出してもらいたいと思います。はい、じゃあまず、高生のマリノちゃんから出しましょうか。はい、はい、じゃあマリノちゃんどうぞ、出しちゃってください。ドン。じゃじゃーん。お、かわいい。かわいい。羊です。羊の周りがなんか騒がしいです。これなんか微妙に羊っぽくないというか、これなんピリピリ羊です。羊、その周りは何ですか。マリノです。やっぱり、はい、なんか自分の名前を書いたです。なんかあれですね、こういうキャラクターちょっと若干デジャブ感がありますね。怖いな、なんか怖いですね、ちょっと。なんか絵のタッチがなんとなくレナちゃんに近い感じがします。そうですね、羊って上出ないんでしたっけ。出ないですよ。あれ？それ、もう絶対騙されないですから。上足すなら今のうちですよ、これ。いや、嘘。嘘つき。
嘘つきですね。じゃあ引き続いてリマちゃんも出しましょう。はい、はい、リマちゃんこちらです。でらん、かかか、これはどういう理由ですか。これ書いたんですけどね、はい、何でも可能にする1年にしたいっていうのと、はい、もっと可愛くなりたいっていう顔をですね。はい、なのでこっちはちょっと可愛くなったリマを描きました。可愛い、なるほどなるほど。この来年のこのあたり、今あたりにはちょっとこのくらい可愛くなってる予定なので、はい、いい向上心も出るパップですね。そう、今僕全くスルーしちゃったんですけど、その今年の1年をどういう風にしたいかっていう感じを書いてくれって僕は言ったんですよ。でもよく考えたら、そのマリノちゃんはですね、羊になりたいってことですよ、今年。動物園どういう感じですか、これ。はい、今年って羊年じゃないですか。それはまあ、日本国民大体1億3000万人大体分かってると思うんですけど。だから私は今年は羊みたいな、はい、あ、何にしようかな、人間今決めたの。そう、なんか書くこと思いつかなくたから、羊って書きたくなって、はい、で理由考えたんです。で、理由は羊になりたいから。羊になりたい。羊になりたい。やってもいいですか？ちょっと。え？羊の鳴き声。いやまあ。ダメならやらないですよ。いや断る理由はないです。だから、なんかご当地アイドル的に OK なんであれば、それどうぞやっていただいていいですよ。じゃあ神様が、はい、おい私のペット羊くんって言われる。しかも俺神様になってるからね。え、神様、あ、天の神様。あ、天の声さん、声さん、そんな天の声さんだ。なんて言えばいいんですか。おい私のペットの羊くんって呼んでください。じゃあわかりました。じゃあいきますよ。おい私のペットの羊くん、めーめーめー。結構リアルな何ですか。地味にうめえな。練習したんです。はい、じゃあまあそんなところで、お二人ともいつも通りツイッターの方にあげたいと思うので。練習した甲斐がありましたね、はい。じゃあ後でそれはこちらでもらいますので、はい、一旦ここでソーシャルツイッターを拾ってみましょうか。はい、いつも通りサイミンお願いいたします。マリノちゃんがどうしても妹キャラに見えてしまう。十分可愛いよ、だってマリノちゃん。やっぱりか。あ、違う、リマちゃん当てかもしれない。ありがとうございます。マリノ推し強いな。どうする、バレてきてるよ。やばいやばい、もっと引いとこう。マリノちゃん立派な羊になってくださいね。あ、優しいですね。優しい。どうなんですかね、それね、立派な羊になるマリノさん頑張ってって、これは羊になることを頑張ってって言ってくれてるのかな。羊ななんか本当に笑っちゃう。マリノちゃんグリーンのもの持ってるって言われたんだけど。そうだ、さっきそれ僕もすごい気になったんですよ。そうだ、怖い怖い怖い。何持ってんだって。なんか怖い。これ本当はダメですからね、テレビ的にね。そういうのはカエルです。透明になってる。あとでこれさ、ツイッターで写真であげてあげてください。マリノちゃんのお腹の向こうが見えてるよ。本当だ。何の笑い。かわいい。なんか目だ、口だけ見えるから怖いね。そうですね、なんかカメレオンみたいですよね。本当だ、全然見えない。結構いろんな人に何持ってるんですかって。そうだよね。結構気になる。なんかその始まった時に天の声もそこ突っ込もうと思ったんですよ。突っ込もうと思ったんですけど、あまりに他に突っ込むところが多すぎて。もうダメですね、全然突っ込みどころがありすぎて。初めて来たとは思えないですもん、だってなんかどっかで見たことある。もう人見知りだとは思えない。あ、なるほど、人見知りですよ。今日は人見知りなんですか。今日は七草がゆの日ですねって。うーん、7日だからか、はい。では突然ですが、これクイズです。はい、七草、春の七草をすべてお答えください。なんだっけ、月の音。あ、言えるんですか。え、ダメ。どうぞどうぞ。え、一つだけ。一つだけでもいいですよ。月の塔。入ってません。ブー。運べ。みたいな名前になりませんでした。惜しいですね。でも入ってます。はい。運べらですね。
もしかしたら、もしかしたら箱べと同じかもしれないけど、つくし、つくしは入ってないですからね。確かに春っぽいですけどね。三つ葉なんだろう。三つ葉はあのお堂に入れるけど、そうですか、うん、嘘じゃないんですよ。それ嘘。タンポポ。タンポポは入ってないはずだな、多分。え、知ってますか？僕は知ってますよ。私。多分知ってんじゃないですか。その食べ物。見たことあると思いますよ。一つ目は。冬の食べ物ってなんだろう。大根？あ、正解です。やった。大根には大根の葉っぱですね。あ、はい、大根の葉。大根の葉。大根の葉って名前なんて言うんですか？スズシロ。あ、それがスズシロ。あと、スズナ？そうです、スズナ。スズナ、スズシロ。なんだっけ？カブ！株が、あの、鈴中鈴代がどっちかなんですよ。株と大根が鈴中鈴代なんですよね。ちょっといまいち手の声も忘れちゃいました。すいません。人参？人参は入ってないです。似てるけど入ってないですね。残念ながら。なんだっけ。はい。じゃあ、忘れちゃった、ね。ここら辺でツイッターのソーシャルももう OK ですね。誰か教えてください。誰か答え教えて。答えはですね、セリナスは五行箱ペラ仏のさ鈴な鈴代です。はい、覚えましたね。ちょっと早口すぎて分からなかった。早口すぎた。はい、でも聞いたことあるよね、うん、聞いたことあるけど出てこなかった、ね、なんかそのリズムが年だな。年なのかな。そもそも覚えてなかったですよね、きっと。それはどういう系の年なのかなって思ったかな。なんか若すぎたかな。ちょっと若すぎてそういう伝統をまだ学んでなかったです、ね、世代じゃないのか。はい、あ、すいませんね。はい、はい、じゃあそろそろ次に行きましょうか。ツイッターのソーシャルも OK ですので、はい、そうですね、はい、また後で拾うかもしれないので皆さんどんどん、シャープネバキラですね、シャープネバキラつけてつぶやいてください。つぶやいちゃってください。はい、そうですね、ハッシュタグはこちらです、シャープネバキラです。よろしくお願いいたします。はい、まゆのちゃんこれ好きだね。でも手がどこにあるかわからない。ということでそろそろ、はい、はい、そろ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 あ、大丈夫ですよね。どうぞ、いいですよ。手の声さんがちょっとハッてなったから。え、そんなことないです。どうぞお願いします。はい、はい、ということで皆さんには水戸ご当地アイドル過去仮のデビュー当時、12月の映像なんですけど、初めて箱でライブをやった時の映像を見ていただきました。この音楽だとちょっと悲しくなってきちゃいますね。言うの結構緊張するんですけど、私さゆみんは2015年の2月1日のライブで水戸ご当地アイドルかっこかりを卒業します。結構思い切って決めたことなんですけど、運営さんやママと話し合って決めました。卒業の理由なんですけど、サイミンはもうそろそろ限界かなと思って笑いながら言うのはあれなんですけど、いろんな意味で限界が来たかなと思って決めました。私は1期生として2年6ヶ月デビュー前からなので2年6ヶ月の間活動してきました。楽しいことも苦しいことも水戸ご当地アイドルかっこかりの全部を知ってると思います。2年6ヶ月の間、水戸ご当地アイドルかっこかりとして小さな目標、大きな目標、少しずつですが達成していけたかなって思います。たくさんの人に愛されるようになったり、ティフに出たりとか、 UMU を通して水戸を少しでも全国に広められたかなって思います。その優勝旗を返還できたのは本当に本当に何回も言うけど嬉しいことです。今もう
メンバールカちゃんとリマちゃんとレナちゃんとコマリちゃんと、そして今新しく候補生がリコちゃんとユリリンとマリノちゃん3人います。1期生のサイミンからしてデビュー当時からはメンバーは一新してしまいましたが、一新してしまいましたでもここがサイミンの潮時かなと思って、自分で言うのもあれですけど、なんかたくさんメンバーにも運営さんにもファンの方にも家族にも迷惑はかけた、迷惑たくさんかけたかもしれないけど、一期生として少しはメンバーのことを引っ張ってこれたのかなって思って、正直まだ悩みはもう全くないってわけではないですけど、ここからは次世代の子たちの活躍をに期待したいなって思いますで12月ぐらいからいつ言おうかなって考えてたんですけど、お正月暗くなるのも嫌だなと思ったのでお正月少しみんなで楽しく楽に過ごしてから発表したいなっていうのがサイミンの気持ちで少しあったんですけど、それで今のタイミングになりました。遅くなってしまったのでイベントも残りあと1回しかなくて、1月10日の水戸のソニックでやる茨城アイドルサミットっていうイベントなんですけど、アイドルのイベントで2月1日の前にあるイベントはそれだけなので、皆さんに会える時間がすごく限られてしまってるんですけど、2月1日までに体制を整えて2月1日に向けて頑張っていきたいと思いますなので2月1日はサイミンに最後に会いに来てください。待ってます。よろしくお願いします。今までありがとうございましたいいこと言えました。そうですね、なんかありがとうございました。天の声がこういうね、しょうもないトーンで入っているのはちょっと申し訳ない感じがしますけど、じゃあ残りの2人も真ん中に戻っていきましょうか、はい、ありがとうございますまあそういうわけで、いろいろと、まあ、昨日そういうふうにね、ツイッターとかで告知してから、1日間あったわけですけれども、はい、その間皆さんいろいろとどんな発表なんだろうとかっていうふうに考えてたと思うんですが、セミンの卒業の発表ということで、はい、そうですね、なんて言ったらいいんでしょうね、手の声もまあ、なんて言ったらいいのかよくわかんないですけどはい、ね、そんなに悲しまないでくださいよ何も言えなくなってるじゃないですか。誰も楽しんでるんだよ残りのっていうか、あれですね、リマちゃんとマリノちゃんはどうですか、そのサイミン先輩だと思うんですけど、先輩がこう、まあ、この間のマリナップも先輩だったと思うんですけど、うん、先輩がこうやって、まあ、少しずつ卒業して行ってしまうっていうのは先輩めっちゃ寂しいです。なんか今まで多分っていうか絶対に一番なんか頼りっていうか、すごいなんだろう、頼ってちゃってて、すごいセミさんにで今までなんかでなんか筑波の初めてのイベント、お呼ばれイベントで候補生の時に上がったイベントとか、あといろいろ
本墓のイベントとかでも舞台裏まで最後までちゃんとなんかこう教えてくれて、こんな風にやったら可愛いんだよとか教えてくれててなんか初めての単独ライブの時でも、あの夜うちめっちゃ足引っ張っちゃってたんですけど、踊れなくて、それも結構引っ張っちゃって、いろんな方向にそれで結構夜遅くまで練習してたんですけど、その時もすごい遅くまで練習付き合ってくれて、本当になんか全然恩返しできないうちに卒業しちゃうなっていうのが今の気持ちですね。だから本当に2月1日はうちにできる最高のなんかこうパフォーマンスをして、少しでもなんかこう恩返しになればいいなって思ってます。筑波の最初のやつはすごい思い出に残ってる多分忘れられないもん、うん、みんなよりそういうのが緊張してたかもしれないっていうぐらい筑波の最初のやつってなんだろう、その日2ステージ抱えてて、で後部戦だけで筑波やったっていうあの時ですかね、はい、別れてやろうと思ったんですけど、はい、その時の候補生だけではまだちょっと緊張しちゃうってことで、はい、サイミンがちょっと助っ人としてなんとかできればいいなと思って行ったんですけど、はい、サイミンも緊張しちゃいました。舞台裏、そう舞台裏で何回もどうやって自己紹介しようってブツ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 言ってたのを覚えてます、はい。マリノちゃんはどうですか？まだ出会って少ししか経ってないんですけど、はい、あの踊りとか。優勝メンバーがこれでもう全部いなくなってしまうっていうことですね、はい、もう完全に代替わりというかもう世代交代っていうか、もう完全な世代交代になります、はい、そうですね。ですからなんか2年間というか、今もう2年半ぐらいになるんですかこれで。そうですね、あのデビュー前オーディションに受かった時が7月なので、はい、あじゃあちょうど大体2年6ヶ月ってことになるのかな。はい、いろいろあったと思うんですけど、はい、なんか一番思い出に残ってることとかありますか？一番って結構選べないですね。やっぱいいことがたくさんありましたよね。はい、いいこといっぱいありましたね楽しいこともあって、まあ、悔しいこととか難しいこととか悩みもたくさんありましたけど、はい、その時その時でメンバーで支え合ってなんとかここまで来れたのかなって、どんな時でも支えてくれた家族や運営さんやメンバーと、あと元メンバーのカオッホリーリーにもよく相談したりしてたので、はい、うん、ファンの方のおかげでここまで来れました。どんなに大変な時でも見捨てないでいてくれて
本当に心の支えになりました、周りの人が。で、そんなサイミンのラストステージが、はい、2月1日、はい、2月1日に、はい、水戸駅から歩いて、水戸駅北口から歩いて近くなんですけど、はい、郵便局の本局があって、あの水戸、一応、はい、中央郵便局ですね。そうです、はい、検討所の近くなんですけど、はい、そこにゲームセンターっていう、あ、はいはい、はい、本当に郵便局の裏手にあるところですね。そうです、警察署と郵便局の間、はいはい、ゲームセンターのホールで最後になります、はい、詳しい時間などはこれからホームページなどにアップしていこうと思うので、はい、詳細は少しお待ちください。はい、わかりました。じゃあ皆さんぜひね、そこは、最後のサイミンの最後のステージなので、ぜひみんな行って応援してあげてほしいなと。僕はかなり、まあ、天の声なんで上から言いますけど上からやってほしいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、残り時間も3分となってしまいましたので、どうしましょう。いつも通り最後に締めますか。そうですね、はい、いつも通り最後の締めで、はい、じゃあ、いつも通りちょっとお願いいたします。はい、はい、大事な来週、次回の放送はシモンチュさん、下田市のご当地アイドルシモンチュさんのまどろみマヌーサが1月14日にあります。そしてその次の週が1月21日水戸ご当地アイドルかっこかりのネバキラ TV となります。はい、明日のこの時間は茨城県のゴジャップハイスクールです。こちらもご覧くださいまさか今日このサイミンはもしかしたら泣いちゃうかもしれないって思ったけど、はい、やっぱ泣かないかもしれないなって思って。でもマリノちゃんとリマちゃんがこんなに泣いてくれると思わなくてびっくりしてます。ケンの声はサイミンとリマちゃんは泣くかなと思ってたんですけど、そうなの。マリノちゃんがね、あそこまで大泣きするとは予想外で、はい、予想外。ケンの声ちょっとこの、本当は最後にこう指がいなくなっちゃったっていうのを練習してたんですけど、ここは練習してたんですか。全くいらなくなりましたね。完全に負けですね。負けました、はい。だからそんなこと言ってもただの茶番感が強くなるのでやらなくてもいいかなっていう感じになります。はい、はいはい、じゃあ最後に皆さん、いつも通り自己紹介でお別れしたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、それでは今週もご覧くださってありがとうございました。ありがとうございました。水戸ご当地アイドルかっこかりのネバキラ TV はもう少しで終わっちゃいます。あと1分ぐらいかな。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日はさゆみんとリマとマリノとマリノです。完全に油断しましたけど、天の声で。あ、そう、そこ教えるの忘れてた。ではお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。